お待たせしました。わこれシェフがユウトのために特別に作ってくれたんだぞ。すごい、よかったわねユウト。うん、すげよし、じゃあケーキ切り分けてもらおうか。やだ、このままがいい。長い間お疲れ様でした。1年早い退職だが、かな子のおかげでここまでやってくることができた。いろいろ面倒かけたな。いいえ、私はあなたについてきただけですから。それで再就職の話はどうなさったの？断ったよ。そう、働き詰めでしたものね。これからはかな子とのんびりやさそれじゃあなたの第二の人生に乾杯。実はさ、転職することにした。え？ヘッドハンティングされたんだ。外資系の会社で収入は今までの 1.5 倍になる。今度の経営統合で大胆なリストラやったろ。その実績が評価されたらしい。そう、それってもう決まりなの？ああ、今度は休暇もたくさん取れるから家族サービスもできると思う。里美、賛成してくれるよな？うん。もう言うとかっこいいな電車これ。あれ、どうした？線路がない、駅とかトンネルとか。ああ、そうか、わかった。じゃあ来年の誕生日にパパがすっごいの作ってあげるから。本当？あ、本当。じゃあその代わりユウトはこれ大切にしてるんだぞ。うん。まずは2人で旅行に行きたいわね。新婚旅行に行った伊勢神宮はどうかしら？ダメ？あ、いや、あ、行こう。九州もいいわよね。あなたのお父様のお墓参りにも随分行ってないし、帰りに湯布院に寄って温泉巡りもいいわね。あ、ピアノ？ユウトに習わせようと思って、近所にね、評判のいい教室があるの。じゃあピアノ買わなくちゃ。ちっちゃな電子ピアノならリビングに置けるわよね。どうせ買うんだったらちゃんとしたの買えよ。欲しいけど無理よ、今のマンション狭いもん。ユウト、こちらにありますので。申し訳ありません。すいません、大丈夫ですか？いいんですよ、気にしないでください。すみません。男の子は元気な方がいいわね。え、あなた、ごめんなさい。申し訳ありません。ほら、ゆうともちゃんと謝れ。ごめんなさい。大丈夫か？うんじゃないだろう。はいでしょ。はい。本当に申し訳ありませんでした。すぐお取り返しますので。ここならさ、ピアノを置けるだろう。え？良平。買うんだよ、ここ。え？
実はさ、昨日契約したんだ。嘘。なあ、ひろい。だろう。どうだよ、うん、大丈夫だって。給料だって上がるわけだしさ、どんだって笑っていける。ほらちょっとキッチン見てみよう。キッチン、どうだよお前、これいいだろ。収納も結構。あ、そうだ、これこれさ、センサーなんだ。センサー見つけて、何？ここが僕のお家。そうだぞ、ここが僕のお家。ゆうたの部屋見に行くか。見たい。よし、2階だ。うわ、上手くなったぞお前、すごい。パパ、発表会来てくれるよね。発表会どうしようかな。行っちゃう、パパ行っちゃう。あね、今日パパ久しぶりにお家にいるし、お外でご飯食べようか。うん。ねえ、良平。ん？ちょっと話があるんだけど。いいよ。私自身のことなんだけど。ちょっと待って。いや、ごめん、専務からなんだよ。後で話聞くから。今回のリストラ対象者です。営業二課の坂本雲か。解雇理由は？新製品への対応力が、ユーザーからのクレームが多いというのが理由です。本人にはいつ言うんだ？週明けに正式に通告します。分かった。新しいリストラ対象者だ。検討してみてくれ。今都内で噂してるのを聞いたんだよ。俺本当にクビなのか教えてくれ。本当なのか。失礼します。ちょっと待ってくれ、待ってくれ。なんで俺なんだよ山田さん。この通りだ。君からも上にもう一度考え直してもらうように話してもらえないか。上の子が来年高校にも上がるし、だから今会社を辞めるわけにはいかないんだよ。気にすることないですって。経営統合する以上リストラは避けて通れないんですから。何でもかんでも一人で抱え込んじゃうんだから。大学時代からの悪い癖ですよ。たこ焼き焼くのうまいな。転職するならこれかななんて。まあ結局首切る方も切られる方もなるようにしかなんないんです。人生ケセラセラですからね。だから嫌なことは飲んで忘れて楽しくやりましょう。パーッと二
タミちゃん、いつもの焼き鳥スーパーオールスターズ単発手羽全部塩で焼いて。はいよ。つくの。あ、先輩何焼きます？お前首。あと首ね。タミちゃん首いっちゃう。はいよ。そう。月曜に正式に通告あるから。先輩。まあ人生ケセラセラって今言っただろう。もうに人手なし。明日の朝9時にここに来い。うちの関連会社だ。他に3社面接のアポも取ったよ。先輩、俺も一緒に行くから。ほら、たこ焼き焦げちゃうぞ。おい、はい、焼き鳥オールスターズと首っちょ。首あるんだ、そんな。まだ起きたんだ。あれ？何あれ？ゆうとの衣装。衣装？発表会よ、ピアノの。ああ、そっか。明日大丈夫よね。明日か。ごめん、俺明日ダメなんだよな。どうして？あなた優斗に絶対行くって約束してたじゃない。優斗パパに聞かせるんだって一生懸命練習してたのよ。いや、明日ちょっと着くのな。就職先決めてやんなくちゃいけないんで。菊野さんどうしたの？解雇リストに入った。あなたがリストに入れた。俺がそんなことするわけないだろ。とにかく発表会には来てください。1時からよ。私たち家族にとっては大切なことなの。自分の息子まで裏切らないで。この番組は暮らし感じる変えていく P&G トヨタ KDDI とご覧のスポンサーの提供でお送りします。パパ来ないね。皆さん、こんにちは。こんにちは。あ、いらっしゃい。いや、待たせたかな。お忙しい中、ありがとうございます。まあ、はい。お願いしていた、つくのです。つくのひとしです。お願いします。あ、すいません。剣道なんですか？はい。確か3段だよな。あ、2段です。
ンションから飛び降りたぞ。だぞ、この通りだ。今日ピッチ早いんじゃないの？さ、酒。サムちゃんボトル一本。さとみ、もしもし、もしもし。やっぱり昨日来てくれなかったわね。ああ。あ、ごめん。昨日発表会行ったんだけど終わってたんだ。俺その後ちょっといろいろあってさ。でももしもし。里見よ、いや実はね、いや俺会社辞めようと思うんだ。本当にちょっといろいろあって。あなたはいつもそうね。そうやって何でも自分で決めて、私には後で報告するだけ。すまなかったよ。でもこれからは、あなたにとって私というとは何？たまに家にいたって仕事仕事。あなたにとって一番大切なのは仕事なのよ。それは誤解だって。私だって生きてるの。生身の人間なのよ。このままだと本当にあなたのこと嫌いになるわ。分かった、さとみ、ちゃんと一回話そう。今日俺辞表出したら早く帰ってくるから。もう遅いわ。離婚してください。離婚？離婚届は近いうちに送りますから。もう何言ってんだよ。たかがピアノの発表会だろう。たかが？たかがだろう。何にも分かってないのね。分かんないよ、そんな突然離婚だなんて。何度も話そうとしたわ。でもあなた聞いてくれなかったじゃない。さとみ。ママ考えてんだよ。
すみませんでした。不審な人がいるって聞いたもんですから失礼しました。いえいえ、いいんですよ。あのところで優斗なんですけど。え、いや今日いないんですか。あ、今朝お母様から連絡がありました。優斗君は退園なさると。え、退園？はい、お引っ越しなさるとかで。ご存知なかったんですか。はい、おはようございます。あ、おはようございます。小野先生、はい、いいですか。はい、すいません、失礼します。駒を回すぞ。申し訳ありません。あ、いいんですよ、気にしないでください。あ、すいません、はい、そこにいる方なんですけど。あ、はい、こちらの先生ですか。あ、いえいえ、地域のボランティアの方なんです。ああやっていろんな遊びを子供たちに教えてくださるんですよ。すいません、ありがとうございます。はい。あ、どうぞ。すいません。あの、覚えてますか？1年前にレストランで。え。いや、あの時は本当に失礼いたしました。いえいえ。息子がここに通ってるんです。そうですか。ええ、それじゃ。上川さんでしたよね。え、どうして名前を。私のことを覚えてますか。え、ですから去年レストランで。ええ、その前にお会いしてます。同じ会社にいたんです。え、東和商事。もっぱら私は支社勤めて本社の人事にいた上川さんにお会いすることはなかった。そうでしたか。あの、それじゃあどちらでお会いしてたんでしょうかね。レストランでお会いした1週間前に。1週間前ですか。上川さんから解雇通知を渡されました。いや、あの時はちょっとたくさんの方にお会いしてたもんね。そうでしょうね。先生、コマ教えて。コマ教えて。コマ教えて。そうか、お世話になりました。里美が家を建てるなら絶対自分で線を引くんだと思ってた。家庭に入ると自分の思う通りにはできないものよ。そうよ。その代わり里美は私たちが持ってないものを持ってる。何それ。私は男なんかより絶対仕事だわ。はい、北村です。少々待ってください。はい、はい、変わってないわね、美佐子。そうね。ここに来るまでの途中もずーっと自分の自慢話。総工費数百億のマンションの環境デザインを会社から任されたとかなんとか。そう、まあ私たちは中学からの付き合いだからやってられるけど、ありゃ会社で相当嫌われてるわね。これは弁護士としての職業的直感。修理の方はどうなの、仕事。うん、
来年法律事務所立ち上げる。すごい。大したことないわよ。二人とも頑張ってるんだね。その分結婚が遠のいてる。私がいたら絶対任されてたわ。何の話？美佐子の仕事よ。私にだって才能あるんだから。ママ本読んで。ママダメよ、ママ忙しいんだから。読んで。ゆうと、もう9時過ぎたわよ、寝なさい。読んでくれた、寝る。新しい電車のおもちゃ明日買ってあげるから。やだ、やだ、はい、今日寝ましょう。ほら寝よ。やだ、絶対寝ない。ゆうと、読んで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 。いい加減にしなさい。暮らしていけるか、この仕事にかかってるのだから、もうちょっと我慢して。それでは30歳未満の方から面接を始めさせていただきます。別室へどうぞ。されたんです。よかった、本当よかったわ。ずっと探してたとこなの。何してたんだお前は。ごめん、仕事が忙しくて。仕事？仕事ってなんだよ。建築の仕事よ。友達が勤めてる建築事務所紹介してもらったの。あ、本気なのか。専業主婦やって分かったのよ、私にとって仕事がどんなに大切かって。とにかく一度帰ってこい。ちゃんと俺たちのこと話し合おう。話すことは何もないわ。どうして？俺は納得してないぞ、離婚なんて。切るね。ちょっと待て、優斗はどうするんだよ。大事な仕事があるの。正式に採用されるかどうかこれにかかってるの。 2,3 日で結果が出るから、それまで優斗のことお願いします。サトミ、おい、サトミ大丈夫？パパ、うん、お腹すいた。これ食ったら戻るか、言うと。ママのとこ。
だけどさ、言うと嫌だ、うちにいる。だぞ、言うと寝てろよ。おしっこ、おしっこ、トイレ行ってこい。しちゃった。うわー、くせえよ、言うと。おしっこはトイレでしてください。はい。いいよ。やだ。しょうがないだろ、これしかないんだから。はい、しろ。ちょっと押さえてる、ゆうと。ダメ、これしかないんだから。やだ、うん、やだ。お、かっこいい、ゆうと。やだ、やだ、やだ。はい、神川です。あ、私の神川ですが。やだ。はい、今日面接していただけますか。大丈夫です、9時に。やだ、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 やだ。はい、はい、そろそろ来るの。パパ、パパ、パパ。うるさいよ。パパ、セガさん、こちらの。パパ、大変。はい、片瀬田さんですね。休暇でした。はい、うわっ。いや、すいません、こちらのことなんです。じゃあ、9時に、はい。ゆうと、パパさ、これから会社の面接なんだ。だから、ゆうとの面倒は見れない。ママのとこ行こう。やだ。コンビニでパンツ買ってあげるから。やだ。ゆうと幼稚園行く。幼稚園？すいませんでした。パパ。おい、ゆうと、お待たせ。ああ、もうちょっと仕事でいろいろあって。いえ。はい。はい。それじゃあ。はい。今度幼稚園でバザーをやるんです。ええ。お父さん参加していただけませんか。あ、いや、それはちょっとゆうと先行ってて。うん。ゆうとくん、バザー楽しみにしてるんです。パパと一緒に焼きそばを焼くんだって。もうお分かりだと思いますが、女房が優斗を連れて家を出ました。はい。今夜は向こうに帰します。だから優斗はもうこの幼稚園には。今日はありがとうございました。本当助かりました。優斗、行こう。うん。パパ、パパ、パパ。何？パパ、泣いたことある？どうしたの？泣き虫って言われた。誰に？ゆかちゃんに。ゆかちゃん？泣き虫って弱虫なの？どうかな。泣きたいことがあったらさ、泣けばいいんじゃないの？パパはさ、早くにお父さんとお母さん死んじゃってずっと一人ぼっちだったから、悲しいことがあったらね、近くの河原に行ってよく泣いてたよ。そうするとな、すっきりしてまた元気な気持ちになれるんだよ。本当だぞ。どうした？男は泣くなって。お、誰が？しんちゃんが。じゃあそいつは、じゃあ泣かないのかい？うん、強いからね。一番の仲良しだよ。
パパ今日から新しい会社入ったんだよ。だから優斗の面倒は見れない。お仕事が忙しくなると帰りは遅くなるし休みもない。わかるよな。仕方ないよな、お仕事なんだから。だからママのとこ帰ろう。やだ。なんでな、ママと何かあったのか。じゃあ帰ろう。ママは？ん？そうだよな、優斗にはまだ何にも分かんないよな。よし、じゃあさ、これからママ迎えに行こうか。あ、優斗、ちょっと走らない、優斗。ここだ。え？どこの部屋、優斗？ここだ。少し寝た方がいいな。疲れてるみたいな。じゃあまた明日。ありがとう。もしもし。さくらんぼ幼稚園の木下です。実はさっき優斗くんが運転から飛び降りた時に足をくじいてしまって。優斗が？はい、大したことはないと思うんですが、念のためこれから迎えに来ていただけますか？これからですか？わかりました。なるべく早く、じゃあ伺います。はい、失礼します。これから西寺工業さんの課長に会うんだけど、一緒に来てくれないか。紹介しておきたいんだ。今からですか？ああ、急ぎ。はい、よろしくお願いします。どうも、わざわざ東京からありがとうございます。ええ出ない。行こうか。はい。
どう、イメージ湧いてきた？うん、やっぱり現地に来てよかった。ありがとうよ、戸本君。どういたしまして。もしもし、パパ。あ、ゆうと、ごめんな、パパ遅くなっちゃって。今すぐ幼稚園迎えに行くから。もう幼稚園にいないよ。え、どこなの、ゆうと？しんちゃん家。しんちゃんって友達の？ごめんください。あ、そうだったんですか。これアイスクリームなんですけど、しんちゃんと皆さんでよかったら召し上がってください。ああ、これはどうも。はい、パパ。ゆうと、しんちゃんとは幼稚園で一番の仲良しだそうですね。ああ、いや、本当に遅くなって申し訳ありませんでした。急にちょっと取引先から呼び出されちゃったもんで。じゃあゆうと帰ろうか。晩飯作ってたんですよ。ご一緒にどうですか？あ、いや、あ、ママどうぞ。しかし、しんちゃんがいいって言うんだから、パパも飛ぶよ。え、しんちゃん？あ、私にはしんちゃんです。ここまでは暮らし感じる変えていく P&G、 KDDI、 トヨタと。大丈夫か？ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。奥さんがお留守中にお邪魔してしまってすみません。奥さんのことはもう本当によく覚えてます。笑顔が素敵な方でしたよね。ちょっと手伝っていただけますか？え、このごぼうをささがきにしてください。ささがき、ささがきって鉛筆を削るようにこう。どうぞ。あ、膝崩してください。はい。いや、本当美味しそうですね。もういただきます。ちょっと食べよう。いただきます。いただきます。いただきます。佐伯さん。はい。実はですね、あの時のリストラというのは本当急な合併で。上川さん、私はあなたを恨んでません。はあ、どうぞ食べてください。はい。すいません、本当。ゆうと、おいしいな。パパ。うん。僕明日も幼稚園行っていいよね？え？しんちゃんと遊ぶ。しんちゃんと遊ぶって、ゆうとそれはダメなんだよ。ダメ？うん。ゆうとは明日ママのところ帰るんだ。パパちゃんと送ってくからな。やだ。やだじゃない、昨日話しただろ。パパやっと就職が決まったんだ。
新しい会社だ、残業もあるし、出張で家を空けることだってあるんだから、パパずっと優斗と一緒にいるわけにはいかないんだよ。ママのところ帰るぞ。やだ。ママとは今度ちゃんと話すから、分かったね。やだって言った。やだやだじゃない、優斗。あ、分かった。じゃあ帰りにほら、パパ電車おもちゃ屋さん寄ってほら電車買ってあげるからな。やだやだじゃない、やだじゃないの。やだだかよ、もう泣くなよ。男は人の前で涙なんか見せるもんじゃないぞ。優斗くんは男だろ、分かった。うんじゃない、はいだろう。はい、はい、食べよう。なんで泣いちゃいけないんでしょうかね。泣きたいときは泣けばいいんじゃないでしょうか。すいません。しんちゃん。うん。これしんちゃんにあげる。おい、いいのかい、こんな大事なもの。ありがとう。うん。あ、そうだ。優斗、足大丈夫なのか。うん。大げさなんだよ、くじいたぐらいで。男だったら少しぐらいは我慢しろよ。優斗、いつまでも遊んでない。優斗、一つお伺いしていいですか。あ、はい。どうしてすぐに幼稚園に迎えに来なかったんですか。あ、ですから、ほんとちょっと急に取引先から呼び出されちゃって。親だったら真っ先に優斗くんの怪我を心配するんじゃないんですか。確かにそうなんですけど、幼稚園の先生からはただくじいただけだと聞いたもん。怪我の代償じゃないでしょう。お言葉は返すようですが、佐伯さんもずっとサラリーマンをやられてきたわけですから、お分かりですよね。どうしても仕方がなかったんです。仕事だったんですよ。そんなに仕事は大事ですか。大事です。なぜだか分かりますか。家族のためだからですよ。俺は家族が幸せに暮らすために仕事をしてきたんです。みんなから死神と呼ばれるような嫌な仕事も率先してやってきたんです。引退なされて今は奥さんとのんびり生活されている佐伯さんにはよく理解できないことかもしれませんが、何があっても仕事は大事なんです。優斗、帰るぞ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあ、神川さん。はい。今日が何の日だか知ってますか。いえ、失礼します。ゆうとくん、バイバイ。バイバイ。今日はこっちで面倒見るけど、明日の朝早く迎えに来てくれ。ごめん、どうしても無理なの。え？今出張中なの。ちょっと待てよ、俺だって就職が決まったんだ、困るよ。出張から帰ったら必ず迎えに行くわ。何勝手なこと言ってんだよ。優斗はお前が連れて出てったんだぞ。だから少しの間でいいのよ。ふざけるな、すぐ迎えに来い、今すぐだ。Thank you.
もしもし、もしもし、良平、もしもし、聞いてるの？良平、もしもし、良平。あ、どうしたの？里美、忘れてたよ。今日が何の日か。ごめん、今仕事中なの。とにかく明日は無理なの。今日はそっちで何とか考えて。迎えに来なくていいよ。え？迎えに来なくていい。優斗は俺が育てるから。来年の誕生日にパパがすっごいの作ってあげるから。
優斗、しんちゃんに誕生日のこと話したのか。うん。そっか、しんちゃんにお礼しなきゃな。奥さんに何か買ってきた。もうしんちゃんの奥さんいないよ。なんで。死んじゃったんだって。え？じゃあ行ってくるよ。引退なされて今は奥さんとのんびり生活されている佐伯さん。引退なされて今は奥さんとのんびり生活されている。これは失格ですよね。奥様とは離婚されるということでしょうか。代理人としてきました。あなたに一体何ができるっていうの。やってやるよ。何だってやってやるよ。何にも分かってる。私の息子です。すみませんでした。何も知らずに俺は。